静岡中池田明美選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。また今年の夏女子王座やってきましたけども、今大会迎えるにあたりまして、なんか思うところは今回秘めるものとかありましたか？ないです。特にいつものじゃあレースという感じで乗り込んでたんです。初日が2レースの石工程ということだったんですけども、昨日の前見日がですね、ちょっと上から見てて、はい、あれっていう感じでちょっと懸念心配があった状況だったかなっていうふうに見えたんですけども、その辺ちょっとお話聞いてもいいですかね？あ、それはもう整備さんのおかげで治りました、はい、やっぱりじゃあ前見はちょっと異常というかおかしな部分があって、そうですね、はい、で今日は整備されてレースを迎えだったんですけど、はい、2レース1号できっちりとこう逃げ決めましたけども、ああ良かったですね、逃げられて。それ整備はどの辺をやられて？いや、ギアケースを変えてそのまま変えてもらって、はい、で、まあ、ペラはそのまま行きました。あとは、まあ、試運転、そのレースの乗られて1回こうレースして、今の足っていうのはどの程度のレベルにありますかね？中の上はあると思います。あ、でもこういいとこには入ってきてるかなと、はい、この後その調整っていうのはどの辺で？もう多分ペラだけで、ペラだけで気温に合わせてっていう感じの微調整と言ってもいいぐらいの、多分そうなる。で、初日1着発進で、リズムもいいと思うんですけども、はい、この後じゃあレースに向かってファンに方に一言お願いします。はい、いっそ1着狙って頑張ります。お待ちください。池田明美選手でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。